前回のカズクラ、実は今回が最終回になる。ただその前に完成させないといけないこと、そう、魔封じの剣マスターソードだ。まだ動揺しているあの剣をマスターソードに仕上げて完全に封じ込まないといけない、あの魔物を。というわけで錆びさせる、とにかく錆び取りのなんかついてるやつを剥がして、そして錆びさせるんだけど、すげえ大変だった。でもついに完成しまったようだ。これで反撃は完了した。心置きなくあいつを倒しに行くぞ。エンダードラゴンを倒したい、かっこ堺三段の姿が見たい人はチャンネル登録、いいね、お待ちしてます。絶対倒してやるからな。というわけで、どうもこんばんは、カズクラです。堺三段だ。あー、というわけで今回が最終回です。今年のいよいよ最終回か。いや、もうついに終わるんだよ。早かったような長かったような、不思議な感覚だよ。エンドラ討伐なめんなよ、大変だぜ。怖すぎるよ。でも絶対倒すからな。やってやるぜ。ちょっとさ、最後だからさ、神社に行こうぜ。ちゃんと神社に。いいね、行こう。この下の村から歩いていくか、せっかくだから。道つながってたっけ。いや、中途半端に繋がってるよ。頑張れば。な、村のみんなにも邪悪なドラゴンを倒してくると言ってこようぜ。そうしよう。倒してくるからな、みんな。みんな行ってくるからな。わ、ここからも魔封じの剣マスターソードもいい感じに見えんな。めちゃくちゃかっこいいな。なあ、これよし、行くぞ。神社参拝だ。1月1日は行こうかな。行くのかな。初詣では天気によるな。うん、まあ、寒いからやめよう。やめるんかーい。混んでるとこ行く必要ないから。うん、ほんでこっちからだ。ほら、こっからこジャンプしながら行くと繋がってんだ。ほら、これは繋がっていると言えるのか。繋がってんだよ、これ。ちょっと険しめな参道みたいな。やっぱりこういう場所に行くにはちょっと暗い苦労しなあかんのか。そうだ、ちょっとしたご利益的なあれだな。さあ、こっちに行くと、お、なんということだ、こんなところに野良石切り台が。年末のお掃除しようぜ。野良エンダーチェスト、そしてちょ、サンダー、危ないから離れとけ。やべ、ダイソンになっちゃうのか。そうだ、よし、これで土に帰る。ひようひよう。よし、ここでお願い事をしよう。はい。なあ、これお賽銭箱ね。なかなかいかつい賽銭箱だな。倒せますように、無事に。どうでもいいものあげてないか。神様怒ってるんじゃね。無事に倒せますように。無事にエンドラ倒せますように。よーし、ではでは行こうやないか。エンダードラゴンを倒しに行こうぜ。ただ材料がねえから、エンダーパールからエンダーアイというものを作らないといけないんだ。これ、なるほど。パールはいくつ必要なんだい。12個だ。わかった。よし。ちなみにチェストの中にパール12個あるよとか言ったら動画的に面白くないかな。いや、いいよいいよ、あるもんちゃんと使わないともったいないからさ。わかった。わあ、カズクラ、チェストの中にパール12個あったよ。うわ、なんということだ。わざとらしい。ただ12個だけだとまだ心もたないから、今ほらネザーでエンダーマン捕まえてちょっと殴っとこう。よーし、うちもエンダーパールゲットだぜ。ナイス。なんなら堺さんだよ。どうしたんだ。ここにエンダーパールいっぱい入ってんだよ。俺パール集めしなくていいね。よし、うんなら、あ、ここに行くぞ。サンダー、こっちだ。うち怖すぎて、トーテム4個持ってるからな。やべえな。準備は完璧さ。4個はやばい。あ、下の方に見える。ちょっと、飛んでピヨーンと、こっちだ。ピヨーンと飛んできてくれ。目印があるからな。了解。ネザー内で遠出するの初めてだよ。あ、そっか、ここは危険なエリアだからな。こっちの方に、ようこそ。これが要塞か。危険な香りがするぜ。恐ろしい要塞を達成した。やったぜ。お邪魔します。ついに達成したようだな。こんな日が来るとは。まさかだな。あ、こっちだ。よし、サンダーよ、この伝説の剣を与えよう。ありがたき幸せ。これで殴るがいい。こっちの中にいるから殴ってこい。じゃじゃ。それでパウダーを手に入れてくるんだ。あたたたた。負けんな。おやー、あたたたたたたた。やばい。やばいやばいやばい。やばい、左まだパンダが。まずいまずい。大丈夫か。あとハート1個で成仏だよ。
待って、ちょカズレーザーベちょっと減らしとく。ちょっと待って、多いよな、ちょっと確かに。うち、耐火のポーション持ってきたんだ。あ、それ使え使え、それ使います。使っとけ使っとけ、よし、行け行け、行くぞ。完璧すぎる。じゃ連打するとあんまり効かんぞ。うわー、弾けた。何本だ何本だ、今7本取れました。あ、もう1点ぐらいやっとこう。もう1点ぐらい。わー、いいね、来た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 。連打はダメなんだな。そうだ、ジャンプに、ジャンプで降りた時にだ。おら、よいしょー、やー、おらー、落としませんでした。あー、そうかー。来た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 。坂へ行きます。行け、こちら弱らしといた。行け、落ちた。よし、それ拾っていこうぜ。オッケー。危なかった。こっちはこっち。ロット12本あるんだけど、うちが持ってたら途中積むよ。大丈夫大丈夫。なんで大丈夫だと思えるんだ。大丈夫だよ、ほんなん。よし、ふう、無事に脱出できた。ほんで、さっきのとこまで戻るぞ。よし、帰ってこれた。ただいま。よし、ではこっちの村でちょっとねんねんさせてもらおうぜ。オッケー。すやすや、カズクラ。うわー、よくれたー。坂井、今日も頑張ります。いいね、頑張ろうぜ。頑張ろう。大丈夫か、サンダー。心臓貫かれてるみたいな矢が。あ、消えた。消えたか、よかった。よかった。カズクラも腕にぶっ刺さってるぞ。マジか。あ、ここにあるベッドいただいていこうか。拝借しようぜ。てんで、横じゃがり。ただの強盗やないか。よし、取ってきた。なら、さっきのやつをパウダーにして作れるか。作れる。まずパウダーにして全部エンダーアイにすればいいか。そうだ、全部エンダーアイで OK だ。了解。16個できました。よし、ではそれを投げるんだ。いきます。あっちだ。猫に導かれてる。あ、一発目から壊れた。行くぞ。行こう。行ってくるからな、猫さんたち。行ってくるよ、絶対エンドラ倒してくるからな。じゃあな。じゃあな。では、だいたい1500メートルぐらいいっか。ラジャー。よし、2投目いきます。おお、まだあっちに飛んでった。飛んだー。また割れた。もっとだな、2000メートルぐらいまでいっか。行くぞ。わかった。な、サンダー、行くぞ。せーの、シュー。シュー。こっちだ。どこにあるのか、エンドラはすぐ倒せる。お、凍った海かもわからんな。よし、投げてみよう。行きます。あ、戻った。戻った。よし、こっちだ。こうやって方向をなんとなくこうやって置いていくとわかりやすくなるんだ、これ。なるほどなるほど。で、また投げてみよう。よいしょ。ヒュー。お、まだまだね。さっきと比べると角度がちょっときつくなった気がするな。そうなのか、あんまりわからなかった。ってなると近いってことだ。角度がちょっと斜めじゃなくなっただろ。なるほどな、勉強になるよ。ここここここ掘れ、ワンワン。ここ、もう下に行くからね。下にビューって。へえ、全然いかんわ、全然いかんわ。めちゃくちゃ上登ってるじゃんか。1600まで戻っちゃったよ。ビュー。ポイッと。あ、どうした、下に進んでったぞ。本当か、見えなかった。見てくれ、行くぞ。なんということでしょう。すげー。行こうカズクラ。よし。間違えて低速落下のポーションを持ってきちゃったからあげるよ。な、うちは低速落下をもらおう。よし、行くぞ、直下掘りだ。行こう行こう。まだ見えねえな。全然見えないね。周りにブロックがあるかもわからんからな。変わったブロックだよな。そうそう、だからちゃんと周りを見える状態にしておくのがポイントだ。ラジャー、結構高い山の上だったからこんなに深いってことかな。深い時もあんだよこれ。昔より難しくなってんだこれ。そうなのか。え、すごい不安になってきた。どうだ。特に変わったブロックは見当たらないね。ありゃ、もう最下層来たぜ、これ。あれ？一回投げてみる？ここで投げるとどうなるんだろう？投げてみよう。あれ？真上に登ったよな。通り過ぎたってことか？そうだね。来た。
生まれてきた生まれてきた、なんとか帰ってこれた。いやマジでこの辺のなんだけどな、ちょっと横ずらして掘ってみようかな。うちも場所ずらして掘ってみようかな。それもいいね。頑張って探すぞ。うん頑張ろう。本当にこれ薄くかすってるだけだと思う。かなり近くには来てるよね。あった、マジか、やったー。サンダーさん、ここに落ちてくると危ないか。ベッドを敷いた、これで落下しても。よいしょー、ありがとう家族ら。やったな、ナイス、見つけたぞついに。よし、今から探すぞ。オッケー、伝説の入り口を探すぞ。今からどこにあるだろう。めっちゃ大きな迷路みたいだな。地下への怪しい、降りてみるか。さっきの、うん、降りてみよう。この怪しいところ、冒険だ、ドキドキしちゃうね。見つかるといいんだけどな。頑張って見つけようね。危ない、おやー、あっちちち、酒井さんだけに刺さった。大丈夫か。あとハート3つで死ぬからな。ちょっと回復してくれ。あったー、おお、マジか、やったー、早すぎる。怖いくらい順調だね。よし、じゃあベッドで今ここでスヤッと寝れるようにしといた。スイヤカズクラ。ではサンダー、サンダーにカズレーザーを付与する時が来たようだ。ありがたき幸せ。よし、では行くぞ。ここで埋めるんだ。了解。こんな重大任務をうちが任されてよろしかったのですか。そうだ、今回はサンダーが倒すんだ。うちが主役ってことだな。行くぞ。行きましょう。ぴょん。あぶな、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 あぶな。落下する未来しか見えない。こんな接待討伐でよろしいのですか。そう、接待だ、最初は。こんなもん。ありがとうございます。みんな、最初は接待されてたんだ、こんなもん。よし。では今からある危険な何かが端っこにいっぱいあるから、壊してくるんだ。行ってこい。行ってきます。ぷらっ。ん、何を壊せばいいんだ。壊れてる、あれあれ、いくつか壊れてるの。あれ壊れてないのかな。なんか全部壊れてるの。いって、あ、ごめんごめんごめん。いって、あれ壊れてるよな、これ。なぜか壊れてるっぽいね。え、誰か来たことあるとか。え、いや、減るぞ、殴れ。はい、もう下に入ってた、下に入って。高い、行きます。おらら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 、わあ、いけいけー。あとは弓矢で狙うだけだ。やべ、いてててててて、おめこのやろ、おめ、おめこのやろ、おめこのやろ。当たる気しないけど頑張るよ。ちゃんと相手の動きを読むんだ。了解。さすれば道は開かれるだろう。ウィザーで培ったうちの弓技術を見せつける時が来たな。そうだ、今こそ使うのだ。当たりません。もう帰ってきたぞ。殴る準備だ、下に入って。はい、え、そう、殴るがいい。え、え、え、殴るがいいんだ。もしかしてカズクラ一発も殴ってない。最初ちょっと殴らせてもらった。ちゃんと減るかどうか。接待も接待、いい調子だ。あとは矢で削るのだ。わかった、わかったけど、これ視聴者さん面白いかな。大丈夫かこれ。大丈夫だ。やばい、成仏する。ちゃんとこっちこっち。わあ、サンダー。はい、こちらサンダーです。ここに今、この多くのボートの真ん中に行けば襲われることはないだろう。わかりました、殴りに行きます。わあ、あれ、ぶっ飛ばされただろ今。なんか気づいたら空中にいました。よし、戻ってきたぞ。わあ、なんか今また使っただろう。でへ、ボートホイホイをいっぱい設置したから。ボートホイホイに入る前にぶっ飛ばされているのはうちです。よし、オッケーだ。正面から入っちゃダメだぞ、左右から入るんだ。左右から。なるほど、左右から、了解だ。こういうことだな。そうだ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 、そういうことだ。じゃあ、めっちゃぶっ飛ばされてる。死ぬ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 、めっちゃぶっ飛ばされてる。あとお守りは。お守りあと1個。危ないな、だいぶ。ちなみにエンダーチェスト持ってる。あるよ。その中にトーテムいっぱいある。当たった。当たったか。次に気をつけろ、この毒ガスには。この毒ガスを救うことで進捗達成できるんだ。あ、今降りてきたぞ、行け。その毒ガスがやばすぎる。おら、行け行け。おら、おら、
おら、おら、おら、おら。おお、ジャンプ切りまでするようになったか。行くぞ、決着をつける。ブガー。恐ろしすぎる。何が起きた？空中でエンダードラゴンとぶつかったんじゃないか。そういうことか。早く降りてくるんだ、こっちに。はい。そしてこれを使えば進捗を達成できるぞ。ありがとう。あの臭い息の、あ、でももう降りてきた。行け。超忙しいんですけど。行くのだ。行きます。もうちょっとだ。あと少し。頑張れ。やった、やった、やった。今経験値が落ちてくるから数がいい。勝利の味だこれが。わあ、すごい、めっちゃ降ってきた。進捗達成はできなかったな。オラもそう、オラも、オラもそう。吸って吸って。オラもそう。うまい。うまいうまい。いや、やったな。家族がやったよ。これは嬉しいだろう。初めて倒したよ。めっちゃ嬉しい。おめでとう。ドラゴンブレスだ。ありがとう。そして今伝説の卵がどっかに落ちてるらしい。なんだって。あ、あったあったあった。サンダー、この上にあるから一発殴ってくれ。え、あったぞ。ではもう分かるよな、取り方は。これでよろしいか。よろしい。では取るのだ。うちが取ってもいいんですか。もちろんだ。いきます。よし、取れました。ではサンダー、今まで隠してたんだが、マスターソードの最後のピースはそれだったんだ。そういうことか。めっちゃ素敵な考え。行くぞ。行こう。シャンシャン。エンディング初めて見る。エスケープでぶっ飛ばす。マジか。マイクラのロゴだけ記念に見せてくれ。すげー。よし、うちも戻るね。ただいま。イエ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 イ。ちょうど今一回寝てから。よし、すぎや。カズクラ。あー、よく寝た。いい朝だ。ではあのマスターソードに取り付けに行くぞ。了解。マスターソードのこの上の手の持つところだ。よし、サンダー、ここにその卵を奉納してくれ。置かせていただきます。できました。お疲れ。よし、これでこの剣を見てみよう。完成したな。完成だ。いい剣ができた。いやー、ついに最後の大ボスを倒し、そしてハッカーたちも浄化することができてしまったようだ。間違いない。めちゃめちゃいいのができただろ、これ。できたね。いや、これもぶっ壊されてから応援してくれたみんなのおかげだ。これは本当にみんなありがとう。本当にいつも見てくれて、あと応援コメントありがとうございます。ありがとうございます。そして我がチームメンバーだな、やっぱり。そうだね。ワールドメンバーがいろいろ協力してくれ、なんとも素敵なワールドが完成した。本当にありがたいね。いや、多分ね、過去一番の出来だと思う、このワールドは。みんながいてくれたおかげだね。すげー整ったよ。半月で作ったみたいなものだから。本当だな、1ヶ月ぐらいでなんかなったな。すごすぎるね。本当だよな。ちょっと一周ふわーんとちょっと飛んでみて。行こう行こう。うわー、もう猫さんからもう仕上がりがなんと素敵なワールドなんだろう。本当だね。うわー、いいワールドだな、何度見てもこれ。本物の RPG の世界みたいだ。作れるんだな、こんぐらいの綺麗なワールド。これ信じられないかもしれないが、今この他のワールドに行くこの湖がある場所、これが山頂だったんだ。びっくりだよね。もともと山の上だったんだよな。そうだ、これが山頂で大きく削れてこのワールドが完成した。すごいな。すごいな、今考えると。さあ、最後は綺麗な世界をリプレイ元で見て書いてくれ。畑から神社から本当に本当に綺麗なワールドが今回完成したと思います。水島もしっかりとねイベントを行った。そこも復興でき、そしてこの崖際とかもジャジャさんとかね、いろいろ頑張ってくれて、すごい滑らかなところが完成しました。いや、来年はこれを超えるワールド作り、うちらなら絶対できるよ。ああ、絶対できるから期待して待っててください。待っててね。はい。
ということで今日はこんなとこで終わりますというか今年はこんなとこで終わらせていただきます。はい、1年間ありがとうございました。ありがとうございました。もしかすると坂井サンダーのチャンネルでいろいろ最後回るやつもやるかもわかんないからよかったら概要欄からチェックしてみての。やろうかな、待ってるね。ということでまた来年お会いしましょう。バイバーイ。バイビー。